皆さんこんばんは、浜野真人です。よろしくお願いします。金曜日ですね。プレミアムでもなくスーパーでもない普通のフライデー、ハッピーフライデーにようこそおいでくださいました。今日は、大事な同僚が来てくれているので、リクエストに応えてこの曲から。季節のない街に生まれ、風のない丘に育ち、夢のない家を出て、愛のない人に会う、人のためによかれと思い、西から東へ駆けずり回る、やっと見つけた優しさは、力もなく秋の枯れ葉に身を包み、冬に骨身をさらけ出す、今日で全てが終わるさ、今日で全てが変わる、今日で全てが報われる、今日で全てが始まるさ。ちゃんとライブ見たね。なんかフルでもうやられちゃいましたよ、もう。いやもう叶いませんね。じゃあ僕はここで今度小説読むことにする。よろしくお願いします。長いね、小説。終わるまで帰れない。何ですか。ではそんなここねさんの、明るく楽しくちょっとほんのり、じわっとくる、ライブに続きまして、浜野のライブを、しめやかに始めていきたいと思います。面白いな。ちょっと明るめの曲、夢叶えてみようという曲を聴いてください。ちょっとチューニング悪くないこれ。ねえ、おかしいな、何があったんだ。気を取り直して夢叶えてみよう。もう一丁夢叶えてみようという風に言ってください。イエーイ。Let me know.
次はですね、夢叶えてみように続きまして、じゃあよく歌っている曲、青い炎という曲を聴いてください。
りました。途中、手拍子をすることを迷っていたあなた、そしてあなた、安心してください。この後ほとんど手拍子の曲ありませんので、ね、まあまあ飲みながらカレーライスを食べながら聴いていただけると思います。僕がこの、イーハトーブ、都立大学イーハトーブで演奏させてもらえているこの、きっかけは、今日カウンターに座っているオッシー信也くんのご紹介で来たのがきっかけです。ありがとうね。で、まあ本当にいいお店をご紹介いただいたなと思ったと同時に、またこのお店に初めて誘われた時にですね、ここは何か縁を感じる。なぜなら、イーハトーブっていう歌詞が出てくる歌があるからでございまして、イーハトーブ、まあ、宮沢賢治のいう、まあね、銀河鉄道の夜だったりとか、いろんな、岩手をテーマにした曲の中に出てくる岩手っていう言葉を宮沢賢治流に言うと、イーハのイーハトーブっていうのは岩手っていう意味らしいんですけども、それをこうもじって作った東北の、人のために作った曲を聴いてください。カシオペアという曲です。Thank you.
寒すぎずっていう気温や気候が一年中続けばいいなと思っている浜野であります。風邪などひいておりませんでしょうか。花粉症は大丈夫でしょうか。そんなあなたに贈る歌、そうですね、泣きながら聴いていただけると。最近割と新しめに作った曲なんですけれども、なかなか大人になるとこうキュンとくるような体験って少ないのですが、なんとかかき集めてちょっと切ない系の曲を書いてみました。記憶の花束という曲を聴いてください。
ありがとうございます。鼻水。鼻水は垂れましたでしょうか。なんだ。鼻水など、垂らさないように聞いていただければと思います。私の、友人でですね、炭水化物は食べないっていう人がいるんですけれども、いつもハムばかり食べていて、糖類もお菓子も何も食べない、お家にベンチプレスのマシンがあっていつも体を鍛えているかっこいい男がいるんですけども、ちょっとまあその影響を受けてか受けずか自分も一時ちょっとダイエットっていうのかな、炭水化物を控えて昼ご飯はサラダと、ゆで卵と、ヨーグルトだけとかっていうのをやったこともありました。まあ正味3キロぐらい痩せたんですけれども、まあ3キロ痩せてどれだけ自分が幸せに感じたかっていうことを天秤にかけた時にですね、まあ別に3キロ痩せても痩せなくてもどっちでもいいやっていう気持ちになりましてですね、それよりも食べたいものを食べようじゃないかというような、ことを思って、それを歌にしました。そして私が先ほど嘘をつきました。手拍子をするような曲はもうないよと言ったんですが、まあ、これ適度に跳ねておりますので、カレーライスの手を休めて一瞬だけでも、いやずっとじゃなくていいの、一瞬だけでも手拍子で楽しんでいただけるパートもあればいいのかなと思っております。糖は心に必要だという曲を聴いてください。
カレーライス食べてください、冷めないうちにね。たまにはあのお米もいいですよね。いいお米、いいお米を食べましょうね。なんかね、お米を食べて、何時間かした時に、あ、俺はお米に支えられてるって思いますよね。あのいいなと、日本人でよかったなと思ったりもします。まあ、あのそんな歌でした。次はですね、そうですね、こう、まあ、今日はあの会社の、ね、同僚が来てくれてるなんて話しましたが、こう、まあ、こういう、まあ、IT 業界なんですけども、働いていると、やっぱりこう、いろんな人がいてね、会社の中にはいろんな人がいる、もちろん世の中にもたくさんいろんな人がいる、もう、あなんていうのかな、僕はどっちかっていうと、もう、出世街道からは外れて、アウトローな感じで生きてはいるつもり、生きてるんですけども、いつまでもこう、なんていうのかな、上昇志向というか、どん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 上に行きたい、そして会社の中だけじゃなくても音楽であってもどんどん上に行きたい、いつかはみたいな、人たちもたくさん世の中にはいると思うし、自分もそうなった方がいいのかなと悩んだり考えたりしたこともありました。まあ、ただ、どんなにこう手を伸ばしても届かないものもあるし、で手を伸ばしているだけで終わってしまう人生はつまんないなと思ってですね、こんな曲を作ってみました。手のひらという曲を聴いてください。退屈な日々
普段は、この同じ東急東横線沿線の大倉山という駅にあります、バーグロリーというオーセンティックな、バーで週末土曜日弾き語りをやっております。第5土曜日だけお休みで、毎週やっております。で、まあ、ひょんな、ね、ご紹介できっかけがあって、そのバーで歌い始めたんですけれども、まあ、今年でなんと10年目でございまして、今年の8月が来たら丸10年、まあ、休むことなくって言えたらいいんですけど、ちょっと休んだりサボったりしたこともあるんですが、まあ、あの10年間歌ってきた、週末にね、飲み会とか参加せずに、10年間週末、大倉山で歌ってきました。そんな大倉山でまた、皆さんも来てくれたら嬉しいし、また、10年なんで、なんか一区切りなんでですね、大倉山の、まあ、ちょっとちなんだ場所でですね、ライブができたらなというふうに思っておりますので、企画して発表した時にはぜひ皆さん来てくれたら嬉しいです。今10年と言わず、もっとたくさんの長い間歌っているこの曲を聴いていただければと思います。リフレインという曲を聴いてください。
私なのであんまりこういう激しい歌はね歌わないようにしてるんですけど、歌うとね汗が出てきちゃうんです。ちょっと息を整えましょうね。今日皆さんのお手元にですね、チラシ、詐欺画像なんて言ってチラシを配らせていただきましたけども、私のチラシともう一枚だるま二郎さんの、チラシを配らせていただきました。このだるま二郎さんは僕にとってはもう本当に子供の頃からの憧れであったゴレンジャーのキレンジャー役をやっていた俳優さんでしてですね、まあいつ出会ったんだろう、まあ、ここ 1,2 年ぐらいの間にとっても急速に仲良くなりましてですね、まさか単なるファンから、まさか自分がだるま二郎さんの曲を書いてプロデュースして CD を作ることになろうとは思わなかったんですけれども、運よく、私のこの営業スマイルにですね乗ってくださいましてですね、曲を歌ってくれたので、今楽しく、だるまさんと共に全国ツアーに出かけたりあちこち全国で、ライブをやったりしています。ありがとう、本当に嬉しい。もう本当これ、こんなに嬉しいことはなかったっていう感じなんですけど、その嬉しさ余ってですね、知り合ったばかりの頃にツイッターやフェイスブックでつながってメッセージやり取りし始めた本当最初の頃に嬉しくて作ってしまった曲があります。それをちょっとね皆さんと一緒に味わいながら聴いたり歌ったりしたいと思います。嘘の物語。
ありがとうございます。そんな誰もじゃないだるま二郎さんと、共に、今年はですね、いろんなところに、ツアーに出かけました。まあ、最初だるまさん地元の一宮市で、やったりとか、あとはその後、呼ばれて京都に行って、その足で大阪に行って、6月には、熊本に、行くことになっております。先ほどね、ここねさん、マーシャさんの MC で、今日が4月14日が熊本の地震から1年経った日なんだよってね、話をいただきましたけども、その熊本の震災復興のためのチャリティーライブとして、6月の24日に、熊本のスターライトというお店で、チャリティーライブを、大勢のお友達、ミュージシャンの友達と一緒に、企画しています。今日はそこに出演をする、フェイタルさんも来てくれてます。ありがとう。フェイタルなんだっけ？フェイタルファイズ。ファイズ？フェイタルファイズ。よろしく。頑張ろうね。頑張りましょうね。うん、まあチャリティーチャリティーと言ってね、あんまり締めっぽくなりすぎないように、まあ、地元の人も巻き込んで一緒に楽しいライブにしましょうね。で、そんなチャリティーライブにだるま二郎さんも連れていくことになったんですけども、そのなんと合間5月ゴールデンウィークの5月6日にはなんとそのキレンジャーだるま二郎さんがここイーハトーブに来ることになっております。すでにご予約がたくさん入ってるんですけども、今日食べているカレーとはまた一味違ったカレーがきっと用意されることでしょう。黄色いカレー。あきこさんにちょっとプレッシャーをかけながらも、楽しみにね、みんなで一緒にキレンジャーとカレーを食べるっていう企画をしておりました。まさかね、キレンジャーといえばカレー、カレーといえばキレンジャーっていう、そんな都市伝説以上の、まあ、みんなの常識になって、このね、入試に出たらみんな100点取っちゃうぐらいの、そんな組み合わせを、皆さんと一緒にこのイーハトーブで、キレンジャーを演じられただるま二郎さんと一緒にカレーを食べるという、そんなイベントを5月6日にやりますので、よかったら、お近くの方は、ご都合をつけてぜひ、来てください。午後3時半ぐらいから始めますので、昼間の明るい時間からやりますけども、ぜひ来てください。ではそんなだるま二郎さんに僕から送った、だるま二郎さんオリジナル曲、見果ての夢という曲を今日最後、まあ、ラストのソングにして、締めたいと思います。今日は皆さんありがとうございました。浜野誠でした。違えたみたいな。ちょっともう一回やっていいですか。こっちでした。
7にしたから皆さんお分かりですね。準備はいいですか？じゃあ一緒にラーですね。ラー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 ディレクションさんが、聞いていただくポンコツなんで、いいじゃないですか、楽しみにしております、後半になればなるほどみんなお酒が回ってなかなか、ろれつが回らなくなってくると思うのですが、今日はまだまだ明日休み土曜日ですしね、ゆっくり、今日の夜を一緒に、過ごしたいと思います。私も皆さんと一緒におしゃべりしながら、お酒飲みを楽しみにしてます。今日は本当にありがとうございました。最後にひまわりの約束という曲を聴いてください。優しさをぬくもりを背
この瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振る時、笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。届けてゆきたい本当の心。